番組は京都市未来まちづくり100人委員会がお送りするいいこと100人できるかなの時間です。ラジオ放送だけではなくウェブサイト上でも全国へ発信していきますので、皆さんどうぞお楽しみに。番組のパーソナリティを務めます久保智子です。今日のゲストは100人委員会運営本部より田口さんにお越しいただいています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回ですね、この100人委員会何ぞやというようなお話をお伺いしたんですけれども、はい、うん、はい、またまた今日はもう少し、はい、詳しくお聞きしたいと思います。はい、と言いますかね、うん、前回の時にちょっと疑問に思ったんですけど、まあ、100人委員会といって100人以上いてるんですということだったんですが、この方たちはどのようにして選ばれし委員会という、うん、方をされてるのかしらと思いまして。あ、はい、今年度2012年度は5月から、まあ、定例会議を重ねてきているんですね。1ヶ月に1回の会議、はい、で最初5月に集まったメンバーさん、委員さんは31人いらっしゃって、で、はい、31人の委員さんがずっと前半戦を引っ張ってこられました。で、最初の31人というのは、最初の31人さんはどちらかというと京都の町にある、はい、まあ、課題とか、うん、こんなことほっとけないなということを引き出していただくようなメンバーさんということで、うんうん、先発隊で、なんて先発隊とは言ってないんですけれども、立ち上げたいというか、うん、そうですね、うん、で先に活動されて、はい、でそこから出て皆さんで作られた出てきた16のテーマに沿って、うん、はい、そのテーマを、まあ、一緒に行動実践していきましょうということで、うん、再度11月の前にですね募集をかけて、はいはい、11月の分から新たに97人の、うん、新しい委員さんが参加されて、全体で128人という、まあ、体制で進んでいるんですね、はい、でその最初の31人の方も、秋から入られた97人の方 もうそれぞれ市民として、京都市民としてまちづくりに関心があったり、はい、もしくは京都市の、まあ、市役所にお勤めになっている職員さんもいらっしゃいますし、はいはい、もう京都で、さまざまなテーマ個別の、うん、まあ、課題の解決のために活動されている NPO で活躍されている方もいらっしゃいますし、はい、そういう意味でも多様なメンバー構成になっています。うん、じゃあこの秋からさらに増員されたといいますか、うん、入られた97人の方っていうのは、何かこう応募をされたわけですか？うん、そうです、公募をまずしまして、うん、はい、こんな16のテーマが最初の、はい、前半で出てきて見えてきているので、うん、この課題の解決に向けて一緒に行動しませんかということで、はい、公募枠が30人の枠にですね、はい、たくさんご応募いただきました。すごいですね、うん、いただいて、うん、はい、そういう公募枠で入られた方と、はい、職員さんの中で、京都市の職員さんの中で、うん、募集されて手を挙げられた方と、うん、そして私たち NPO センターを通して、はい、このテーマに沿って一緒に活動していただきたいっていう推薦をしてさせていただいた方と、まあ、それに携わる活動されている NPO さんとか、うん、ね、はい、うん、と合わせて全体で97人の方に入っていただきました。はい、なるほど、うん、まあ、その市の公募ですね、一般市民の方からの公募でも入ってこれるっていうことは、やはりこう日頃何か思っている方っていうのね、うんうんうん、いらっしゃったりもすると思うんですけれども、はい、この16のテーマっていうのもそもそも、市民さんからの意見をいただいたということですよね。うん、そうなんです、はい、8月2012年の8月に、うん、無作為で選出させていただいた、はい、市民の方に集まっていただいて、日頃生活している中でこんなこと気になる、こんなことほっとけない、こんなこと変わっていけたらいいなっていうのをどん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 出し合っていただく、はい、京都未来まちづくりミーティングという会議を、うん、はい、開催したんですね、うん、でそこで、出てきた意見を16のテーマにこう作り上げたというか、なるほど、それが前半2012年のどの前半に、はい、皆さんでしていただいたところになります。じゃあ皆さんから集めた意見と、うん、それにこうやっていこうという方たちが集まって、うん、そうなんです、選ばれしそうというのがですね、うん、でも本当にこう身近な感じですよね、うん、そうなんです、うん、じゃあその毎月されています定例会議ですね、その模様を、録音いただいておりますので、そちらをお聞きいただきたいと思います。はい、
高由紀と言います。立命館の大学院で今院生をしております。で、百人委員会とは去年から少し関わりがあって、今年本腰でやっていこうと思ってるんですけども、まあ今私自社仏閣についてやっております。何をするかといったら、自社を身近にするために働くということで、私まだ全然何も考えられてないんですよね。本当に人並みにお寺が好きだなぐらいしか考えてないので、なかなかメンバーの中に お寺のお坊さんがいたりだとか、あとそういう専門の、学者の方がいたりだとか、すごいいろんな方がいて、すごいすごい緊張したりするんですけれども、なかなか面白くないそうです。で、次回はですね、まあ、私も何も白紙の状態なので、いろいろ調査して、今実態としてどうなってるのかなと調べて、もっとお寺がみんなが楽しく集まれるような、みんながこうつながれるような場所にしたいなと思って、活動させていただきます。じゃ以上です。百人委員会の村井と申します。仕事は会社員ですが、今回縁あって、この会に参加させていただきました。今日は皆さんのいろんなお話を聞かせていただいて、私は、この京都のお寺や神社の文化を、文化財とかそういうものを市民の方にどう、分かっていただくのかというようなことになってますが、大変難しいテーマなんですけど、皆さんと一緒に進めていきたいと思います。次回の抱負、次もブログなどを使いながら意見を交換して、まあ、徐々にまとめていきたいと思っております。はい、特別養護老人ホーム美原十条で人事と広報を担当しております竹末と申します。よろしくお願いします。あ、いいんですか。はい、今日の感想なんですけれども、まあ、うちのグループは福祉と、まあ、とか介護に関心のある町ということがテーマなんですけれども、まあ、例えば自分の親が入所されている方とか、福祉の仕事に携わっておられる方とか、あと高齢者の福祉だけではなくて、子どもの食物アレルギーのお子さんにのためのこう、授業というか、そういうことをされている方もいらっしゃって、まあ、いろんな視点で福祉を考えられるっていうところがすごく楽しく参加させていただいてます。で、今後の抱負なんですけれども、そうですね、またいろんな視点があることを生かして、何か皆さんと一緒に活動できる、そしてそれを生かせる京都のこう京都市として生かせるものができればいいなと思っております。はい、もうなんか生の声をお聞きいただいたんですけれどもね、はい、ちょっと定例会議が終わって、インタビューを撮っていただいた、はい、録音を私も初めて聞いて、あ、なんか皆さんこう期待に胸が膨らんで、はい、嬉しく聞かせていただいてました。ね、一番最初の方、女性の方ね、神岡さん、はい、自社仏閣についてのチームということをおっしゃってたんですけれども、ただこう好きだから入ったんだけど、いろんな人と接する機会があって、なんか本当にこう素直な意見というかね、なるほどなと思いましたね。そうなんです、毎回のこう会議で振り返りシートとかでね、アンケートで書いていただいて、はい、やっぱりこう誰かの発言でハッと気づいたことがあって、まずそこから新たな興味とか関心が生まれてっていう、その語り合いの、はい、の相乗効果みたいな、自分の持っているものの、への気づきの部分とかが生まれて、やっぱ語り合いは皆さんすごくベースで大事にしてくださっているなというふうに思います、やっぱりそのこういうところに入ってきたから、自分の好きなものに対する視野とかがもっとこう膨らんでいくとか、そうですよ ね、もっともっとこう好きになるんでしょうね、こういうのを聞いて。そうですね、外への広がりと同時に、多分ご自身の関心の深まりみたいなものが常に一体で進んでいくのかなというのは、私も皆さんの議論語り合いされているのをすごく肌で感じて、いつも思っているところです。なるほど、はい。まあ、そのお次の男性、村井さん、ね、こちらの方もまあ自社仏閣の方をされているということだったんですけれども、ね、これプロフィール見ますと、はい、京都に住む大阪人ね、はい、京都が大好きでいらっしゃると。そうですね、はい、本職はマーケティングプランナーをされているということで、またこれも幅広い幅広い
ですね、でそうですね、うん、あの仕事とは別に、いろんな NPO もなさっているような方で、うん、あのこれからどんな行動や、まあ、実践を作ってくださるのか頼もしい会員さんの一人ですね。京都だけどちょっと大阪色も入れてくださるのかもしれませんね、うん、入れながら視点も、はい、外からの視点も含めて、はい、あの楽しい場を作って いただける方かなというふうに思っています。で一番最後の竹末さん、うん、竹末さん、こちらの方は福祉の担当というふうなことで、もともとのお仕事も、福祉関係のお仕事をされている方だそうなんですね。そうですね、うん、あの美原十条さんというあの特別養護老人ホームで、はい、今は採用や広報を担当されている、うん、どちらかというと外に向けて、はい、あの介護職の魅力をあの先頭に立って発信をされている方なんですけれども、うん、はい、であのこの方にこう、まあ、たまたま出会いがあってお話ししたら、うん、こういう活動面白そうなのでやってみたいですって言ってくださって、あ、はい、あの介護職でありながら介護職をちょっと客観的に見て、うん、でこの11のテーマというのは市民の福祉介護への関心と理解が深い町京都を目指していこうという、はい、あのテーマですので、こう、まあ、広く市民向けに発信といいますか、うん、あの気づきや理解を深めていく、まあ、プロジェクトを皆さんと作り上げていただけるような方かなと思っています。まあ、実際の現場にも携わっていらっしゃりながら、うん、それを発信する広報でもあるという、うんうんうん、そうですね、両方の立場で、そうですね、視点を持っておられますので、はい、他の、あのメンバーさんと語り合いを、はい、あの重ねて、あのこれまでにない取り組みを生み出していただけるかなというふうに、はい、あの期待しています。ね、今この3名さんだけの話を聞いただけですけど、うんうんうん、なんかすんごい広がりそうな感じしたんですけど、はい、うん、あのまさに今からいよいよ行動実践が始まるということで、はい、あの百人会はあの、ま、京都市の取り組みでもありますので、ま、年度年度での区切りがあるんですが、この百人会は来年度の3月末まで、はい、2014年の3月末までを一つの、ま、ゴールというか、はい、でいろんなプロジェクト、ま、事業をあの作っていこうということになってますので、それまでに調査をしたり、はい、語り合いをしたり学んだり、うん、また原点に戻って、立ち戻って、あのどんな活動を作っていただくか行ったらいいかっていう、少しちょっと長期戦の、うんうんうん、長丁場 の、 あの動きになりますので、はい、あのいろんなものがこう見えてくるのかなというふうに思います。はい、そうですね、これからですもんね、うんうん、皆さんいろいろな思いをお持ちやと思いますけれども、はい、これからどう変わっていっていくのか、はい、はい、ね、じゃあこれから先もですね、はい、またいろんなテーマについてお話をお聞きできるかと思います。はい、はい、ではここでまた田口さんから告知をお願いいたします。はい、京都市未来まちづくり百人委員会の定例会議は毎月、第4土曜日を基本として開催しています。今月の、1月の定例会議も、1月26日土曜日、場所はお池創生館で行います。一般の市民の方、関心のある方の傍聴も可能ですので、ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。はい、田口さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時間はいいこと100人できるかなをお送りしました。パーソナリティは久保智子でした。